ビシビシ鍛えてあげる。明けましておめでとう。こちらこそよろしく。ねえ、今ちょっといいかしら。実は今君の家の近くに来てるの。出て来られる？遅くにごめんなさいね。実は君に渡したいものがあって。はい、これ今日友達と一緒に初詣に行ったの。そこでこのお守りを見つけてね。とっても可愛いから君に渡したくって。もらってくれるかしら。そう？よかった。そう、これを渡したら君がどんな顔するかなと思ってね。うん？何？私のキャラじゃないことは分かってるわ。でも好きなんだからしょうがないじゃない。何言ってるの？もう受け取ったわ。君の笑顔、私はそれが見たかったの。セクシーな干支モチーフの衣装を作る。最初に聞いた時は全然イメージできなかったけど、これは想像以上だわ。もちろんどんな服でも着こなす自信はあった。そのためのトレーニングも積んできた。そんな私にこんな衣装を着てほしいだなんて、とっても刺激的だと思わない？新しい挑戦だけが私を興奮させる。勇気を出して一歩踏み出せば新しい世界が待っている。その気持ち君なら分かってくれるわよね。